さ、怖いんだよね往年のデーベテランたちがさ、<laughs> 若い、みんな若いねいやいや、まずいな、やばいな、<laughs> すごいな、この映画 <laughs> ダーマービューティーです。現在やっております夏のアニメ特集、はい、今回は第…何段かわかんなくなったけど <laughs> <laughs> 何にそんなにやってない。宮崎駿とかディズニーとかをやってるので、今回は日本のアニメ。はい。1984年のうるせいやつら2、ビューティフルドリーマーをお送りいたします。<ー>はい。一緒にやっていただくのは隅田さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。うるせいやつらビューティフルドリーマーは1984年作品なので、今年で40周年ということになります。まあね、なんかし。 言わずももがな,な作品だけれどもでも何 <laughs> ていうか押井守のね映画とかとしては知名度があるけれども、うん、普通の人にとってはうるせえやつらのただの続編っていうピ <laughs> チなのかもしれないけど <laughs> 知ってる人は分かるようにかなり特別な続編として有名な名高いいろん,んな意味でね押井守の成功を決定づけた作品だけれども逆に押井守の えー、干される時期を招いたとも言える <laughs> <laughs> じゃあとりあえずやってみましょうかはい,はいじゃあ54321スタートはい東宝のマークです東宝のそうだねキティ,ィキティっていうところでやってたんだけど配給は東宝だからパッケージ化される時とかさ、うん、東宝っていやらしいからさ、うん、この作品だけはなんか商品化渋ったりするんですよ <laughs> DVD とかになるときもね、うん、なかなか発売延期とかになったりしたしね、うん、ブルーレイとかも、えー、オープニングからキレッキレなんだよね「ブルースヤつら2は」は <laughs> 音楽がねまた音楽星勝さんっていう人で、うん、井上陽水とかの編曲をやってた人だねル、まあ、とかじゃなくて勝なんだ星勝だね確かまあビューティフルドリーマーといえばこの音楽だよね、うん スバルさんビューティフードリーマーってどういう流れで見てるのうるせえやつらとして見たのうん、まあ、これもお風呂から出た時に <laughs> またそのパターンなんだお風呂から出た時にはもう友引町は <laughs> ああなってたからあ,たあの前半を知らずに見るっていうこの, <laughs> <laughs> あのポストアポカリプス的な状態になってる <laughs> このオープニングからねえでもこっから見てるからなのかなまあそういう勘違いもありうるよね、うん、かわいいなラムちゃん まあ,まあごくごく簡単に概略を説明すると友吹高校の文化祭前日の夜が何度も何度も繰り返されてしまうっていう序盤前半部分から始まるんだけれども、うん、あ,あネタだめで,でもそれもすぐわかるじゃないずーっと繰り返してるってでもあれはミステリーだからドキッとするんだよね、うん、何にも知らないで見たからね最初まあ、うん、大丈夫 みみんなネタバレ好きたいだからうるせえやつらつをさ初見でさこの音声解数聞きながら見るよっていう人っているのかないるんだよ。いるか。もうネタバレで今悪い評価悪い評価悪い評価低評価低評価このね音もね空母に見えるんだよね高校がね。 細かい遊びとかのやつはなゴーのものじゃないんで <laughs> 細かく言えませんのでおのおの確認してください<ー>知らないのも多いし、うん、すっごい細かく遊びが入れてるらしいのででもなんかこうこれがこう、うん、人によってはすごい好き嫌いがあるだろうなーっていう気がする、ねうん、アレルギーになる人はさ、うん、冒頭の部分でもういいやってなっちゃうからね片<ー>、ね、つ猫がいる あの80年代特有のさ、うん、シティロード感というかあのファンロード感が <laughs>、うん、あのなんていうかあの行間になんかこうメッセージが手書きで書いてある感じのランガイに注釈でそうそうそう「城政宗イズム」のそういうのを見てなんかこうはい、はい、ニコってするでも一周回って意外とそうそうそうかこういう80年代的なやつ、はい、意外とみんな好きだったりするから、うん、いやガクン <laughs> なんていうかそこまう,うるせえやつらのね当時のテレビ自体も押井守がチーフディレクターやってて、うん、まあそういう遊びが、うん、まあいわゆるオタク向けっていうかマニアックな作りになってるんだけれども「ビューティフルドリーマー」はなんか途中からおかしくなるからなスバルさんの大好きな千葉茂が。<laughs> この頃って千葉茂認識してたのこの声っていう,のうーんいてか眼鏡だよねえ一同霊よりも先に一同霊用の方が先のはずだからああそっかそっかでもか繋つながってないと思うよつながってないんだ上脇らのうんこれ田中真弓の数少ない女性役だよねねえ<ー> <laughs> 龍之介だっけ ね、目の付けって割と最初の方にいなくなるんだそう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 ネタバレしてんじゃん,んビューティフルドリーマーってさ、うん、単,単独でしる知名度がすごい高いからさこれだけ見る人も多いと思うのよそ,う、ね、そのうるせえ奴らの世界観を全く知らぬもまのまさ そうするとさ温泉マークとかさメガネとかさ角刈、うん、りとかさあのあだ名だけで、うん、名前がないってなかなかね <laughs> 温泉マーク <laughs> 絵がかわいい <laughs> 4人作画監督がいてさ、うん シーーンごとにそそののの作画監督のカラーがそのまま出てるからさ<ー>好きな人はもう思いっきりあ,あの人のとこだってわかるよね影のつけ方とかが全然違ってね<ー>レオパルド、うん、どうやって入れたんだ <laughs> それずっと言ってるよねどうやって入れたんだか <laughs> <laughs> でもこの戦車が後半すごくね,ね意味を持ってくる。嫌なやつ 有名な話だけどさうるせえやつらってさ「ワン」がさヒットしたけど「ツー」の時にさ押し今村は全然「ワン」が納得いってなくてさ自分のやりたいようにやりたかったんだけど時間があるとさ横やりが入るからさずっと締め切りを引き伸ばしてもうダメ出しができないところまで粘ってから全部やってやりたい放題やったっていう公言してるよね。 えー、じゃなきゃ出来って作れないよねこのアニメは。ね、でもうるせえやつらっていうフォーマットでやってるからさ、うん、結局ほら宮崎駿がねこの間の「カリオスソの城」の続編だけど、うん、あの人のフォーマットの上でやってるからさ、うん、いくら遊んでもやっぱり。くらいの怖い。 すごいな <laughs> みんなあの往年のデーベテランたちがさ <laughs> ち若い,若い、ね、みんな若いよね確かにさくら先生さくら先生うるビューティフルドリーマーの主人公はさくら先生だからさ、うん、結構それもびっくりするねこういうサービス精神きちっとやってくるんだよね、うん、この登場の仕方はすごくうま、ん、い いきなりセーラー服だもんね。虎側のビキニじゃないもんね。うん、このふわって飛ぶ映像もうまいんだよね。<laughs> <laughs> 当たる <laughs>。<laughs> まあ、ビューティフルドリーマーの、あのラムちゃんはかわいいよね。お<い> <laughs> すごく <laughs>。 うるせえやつら2のさ 2> <laughs> 冒頭でタイトルが出ないことでも名高い作品だけどさ <laughs> なんかいくらでも出せるタイミングがあるのにね <laughs> 全てがなんかでもよかった温泉マーク、ね、あ有名な校長の長ぜリフが。 これをね全部言える人がこの世には山ほどいるんだよついね引用しちゃうんだよねラムちゃんって人によってすごい顔が変わるからさそうそうそうそれも面白いみたいすごい好きな顔とさなんかすごいこう貴重な顔とさあと色っぽい顔とかさあるあるかわいい顔のね作画の人もいるもんねかわいい顔が好きだったな ペンギになるのであかのゲーウエテイワクこたつねこたつこたつねこの意味がかんなくないこの校長の演説まあねビューティフードリームは本当にすごいよねここら辺がもうみんなの脳裏にあ、この作画がね 怖いし、シー <laughs> 星井守も好きらしいね、このシーンすごくあ、そうなの、うん、なんでなんでだろうね、ただいいシーンだよ、ここすごく、ね、うん、なんかあの、文化祭前日のさ、うん、さっきはお祭りの喧騒が描かれてたけどさああいう時ってなんかこう、ふとなんか幕合いのさ、うん、隙間みたいなさシーンとした時間があったりするじゃない<ー>なそこもちゃんと描かれてて僕は好きだったりするけどねあ、ここの ラムちゃんとかこ,のここのシーンの作画が好きな人多いよね<ー>またね鼻が動いてる<ー>ここら辺はねうん「<laughs> <laughs> 忍が怪力」とかっていう設定もう知らないもんね普通ね「<ん>忍が怪力」とかさあまあね忍の声って誰が、うん、あれ誰だっけやってんだっけ ただ忍のぶ声で有名な人だよね <laughs> <laughs> 全然分からんじゃん <laughs> ここはさくらさんの顔もすごい綺麗だから <laughs> <laughs> この髪かき上げる仕草がもう <laughs> <laughs> 割とチャレンジングっていうかさ<ん>前半普通にドラマが進むじゃないに最初のもう何百回目かわかんないけど最初はなんかミスなのかなって思うんだよね見てて何が<は>？前日って言ってなかったっけみたいな感じになるんだけど<ー>だんだん繰り返してるっていうのがさ<ー>その温泉マークがいよいよ気づくまでは<ー>っきりとわからなくなってるのが怖くてね、うんうん あ,あ、ここうん音楽もいい <laughs> <laughs> さっき言っただろ <laughs> 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 やっぱラムちゃんが可愛いのは、うん、あ、ここでこの 切り返しのさくら先生が綺麗なんだよ。ああそうそう、そう。そう。これこれ。ここでちゃんとね。あ,<ー>あの決めてるんだよね。セリフ。があ、だからあそこでなんかちょっと印象深い。うん。けど、はっきりとわからなくなっててね、うん。この有名な夜のシーンが。おしまおるが。うん。ここさ、怖いんだよ、ねうん。怖いんだよね。 子供の時すごいこのシーンが怖くてさ、うん、意味が分かんないし怖いしさそう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 うるせえやつらっていうかさ、うん、日本アニメ見ててさこういうシーンがあるって思わないじゃない、うん、子供の時って当時さすごいなんか不気味なんだよねここう己のれ。い <laughs> いな元気だよね神明も若いけどこういうレイアウトとかキレッキレだよ誰の声の人も若い <laughs> 星守もさ、うん、インタビューとかでこの夜のシーン誰もいない夜の街のシーンっていうのがさ、うん、あの窓のライトとかねドアの、うん、あそことかすっごいうまくいってるらって自分でも自信があったらしくて、うん、このあと結構こすり続けていく <laughs> こういうやつね、うん、光がね怖いんだよね。うん 久保商店いつも出てくる <laughs> 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 この夜の街角のライトがそこだけついてるとかがすごいこう,う印象深い鎮動屋が怖いんだよね<ー>うるさいやつなんて見てたのスバルさん 見てああそうテレビのほうだよねテレビの方、うん、でもアニメしか見てなかったかなこのインサートの入れ方がうまい <laughs>、うん、いやほんとにうまくいってんだよな、<laughs> このアニメ割 <laughs> と友達がさ、うん もう,なんてうるせえやつはめちゃめちゃ好きな人が多くてさだから単行本で読んでんだよねあ漫画の方うんアニメも見てるし単行本も見てるしうん、うん、みたいな感じでうん、うん、あもういるじゃんあの少女、うん、そういうの後で知ってさうん、うん、なんかあんまりでもこの話したことないんだよねあ,あそうなんだうんなんかたアンタッチャブルなのかな <laughs> <laughs> そういうわけでもないんだけどね、うん 両極端に分かれてたもんねそのアニメファンの拒絶反応をやる人とこれはすごいっていう人とねみんな嫌ってなかったと思うけどうんなんかわざわざこれの話をするのがなかったななんでだろうな私がそんなになんてうるせえやつやに思い入れがなかったからかもしれない <laughs> 話を振るまでもなくなアニメも別に見直そうと思ったこともないし <laughs> 漫画を読み直そうと思ったこともなかったしでもさ割とそういうフラットな気持ちで見るっていうのはさ大事なんじゃないすごいうーんあここここここ 見てる方はさ、うん、当日だと思うじゃないうんあっ温泉ワークだけがおかしくなってきて、うん、いやミステリーなんだよなすっごくね。 <laughs> <noise> おこっからですね。フフフフ顔も悪いここのさ校長が初めてさ、うん、言うのよその繰り返してるっていう暗示をさフフ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 フラフフフフ あの窓の外の緑のね、うん、ここここここからねあれ<ー>ってなるんだよねでも最初見た時はさ、うん、本当にさっき言ったけどさ、うん、俺の前日じゃ残っとあなんか、ま、間違ってるんだろうなって、うん、でここでさセルガの使い回しがあって、ね、あ,<ー>あれっていう風になってくるんだよね、うん 多分初めて見たもんねこう時間がループするアニメっていう作品ってさ、うん、これがほんと最初だからさもう最低限言えるのはさ、うん、これ以降の日本のさループものとかは全てこれの影響下にあるわけだからさ、うん、SF 小説には当然昔からあるんだけどさ、うん、あと学園祭ものとね <laughs>、うん、これの影響は強すぎるよね、うん、みんな好きすぎだもんねこれ。<laughs> さくら先生のアクションが太らん嫌いぞみんなこれ言うんだよ <laughs> <laughs> 間に合えばよいが <laughs>。<laughs> なんでこここんな切れ味がいガガガガこういうのがうまいんだよおあ、うん <laughs> 出た <laughs> これはすごい <laughs> 奥さん <laughs> こればっか見てんだよね <laughs> <laughs> なんで振り回すのうわすごい汚いじいないよね。ぐー <laughs> せっかく行ったのに。<laughs> <laughs> <laughs> 受け取らないのかよ。<laughs> はい出ました。<laughs> あの有名な喫茶店のシーンが。<laughs> <laughs> のほ喫茶店で本当にあるのかな。どうなんだろうね。もう最初から蝶々がいるもんね。うんここで一気にね。うん映り込んでる。<laughs> このなんつうか。絵が狙いまくってていいよね。 カメラが360度パンするのをさ、うん、アニメで擬似的にやるんだけどさ<ー>要するに横ずーっと、うん、途中でつなぎ目があるんだけどな、ねうん、当然映画館で見るとかさ違和感ないんだけどさ、うん、画質が良くなるとつなぎ目が <laughs> 分かっちゃうんだよね <laughs> 初めて見た時もう当ん衝撃だったよこのパンのシーンはね、うん、セりフもまっデジャブー <laughs> 小学生中学生。小学生。そうだね。いや全然最初見た時話全然分かんなかったよ。分からないよねこれはね。うん、まあ分かるようにできてないもんねこれね何回も見るのが前提だもんね。うん、あこれ。そうこっか。だんだん速くなるのが大変だった。あの蝶々がもうほんと。この緑のね。うん。 こういうショットがさもうキレッキレなんだよ <laughs> いやいやまずいなや,やばいな <laughs> すごいなこの映画 <laughs> やっぱここ最起走りすぎだよ <laughs> パトレイバー2もさ 2>、うん、あの後藤隊長と南雲さんが主人公じゃない脇、うん、役のさ、うん、このうるせえ2もこの2人があ 2> <laughs> 出たよ <laughs> これだこのパンニングねパンじゃないんだけど <laughs> すごいあ、これ、わからないね、つなぎ目うんあそこで変わってるんだけどさ<ー> <laughs> これは、これね、もう通過しちゃうのがいいのよ <laughs> このずっとパンを止めないのがね <laughs> 仮に <laughs> 電車の音ですよ。速くなってくる。最後にグンってフレームのアップになってね、桜先生によるのがいいんだよね。<laughs> こんな黒みでセリフずっと言って、<laughs> 出た妄想じゃ。ん。うん、あ 怖い狙いすましたようにセミの声がこの合成して寄っていくのが <laughs> いやー素晴らしいな、うん。 いいやいやこれうるせえやつらでやらないでしょこれ <laughs> あっ雨の甲羅に見えるんだよねああ<ー>こういうマフカンのショットとかもすごいね、うん、いかこれすごいしか言わなくなっちゃうぞ <laughs> この音声 <laughs> 同時サイズずーっと前から繰り返してるわけよねいつからやってるかわからないんだよねこれね,ねそれがねやっぱりあの はるひのねあここもすごい<ー>背景は同じところで動いてるのにもう一回入ってくるっていうね <laughs> これももうやったるぞ感がすごくて、うん、もうみんな真似したくなるようになっ、ね、て <laughs> <laughs> これはあの「うん、ドラえもん」ののび太が、うん、あのー。 無人島に行って大人になってみたいな感じでこう,うるせえやつらの中ではこう長いあれがあってそれをなかったことにしてみんな生きてるみたいなそんな感じなのあの話以降のび太は中身は30歳だからね <laughs> 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 ガシャーン話が早いのもいい <laughs> いやーこっからただごとじゃなくなってくる。<laughs> すごく面白いよね、うんうん、面白いってのは大事だな <laughs> さっき言いかけたんだけどやっぱうるせえやつらっていうフォーマットの中でやってるからさ、うん、面白さが担保されてるから、うん、ほらメガネとかいるじゃん、うん、<laughs> まああれだよねキャラクターを描かなくていいわけだからねそうなんだよねもう何てうかみんな知ってるおなじみのメンツっていうことだから、ね、<laughs> それでいいのかよって思うけどね <laughs> でも全然平気で見てられるからな。え,えっと、ランタンの重力ってどういうふうになってるの全然 <laughs> あ,あの音でごまかしてる。<laughs> <laughs> やっぱ宇宙人だから。宇宙人だからか。出た。うん。地南親子。<laughs> 嫌がってる。 <laughs> 主人公っぽい、ね、<laughs> 決めぜりふ押し守ル好きそうだよねさくらさんいやほんとに話転がりやすいんでしょやっぱりうこの世界の中で唯一大人だから出た世界情勢はとムザシトモビキ 本当に夜になると怖くなるよね。うん、雰囲気がミステリアスなんだよね。<ー>こいつの声がさ、紳士ミキヤスの声じゃない、うんね。最初分かんなくってさ、うん、私もなんかに,に聞いた音なる声じゃないす、うん。すごい声作ってるもんね。<laughs> うん、<あ> <laughs> お約束。歯 <laughs> が <laughs> 抜けてんじゃん。 あのこけコケ方が方が80年代面倒だってが持ってるもんね <laughs> これなんだ不自然な不自然謎が深まっていく結局 <laughs> さうん 普通はこのメンツがさいつも学校に寝泊まりしてるからさ周りのことは気にかけてなかったんだけどさくら先生たちが追い出して家に帰らせたから慌てて町を確立してるわけでしょこれ無邪気がね怖いやっぱチェリーがいるとさ話がシリアスにできないからいなくなってるんだろうねこれねあと話話がこうあれしちゃうからねそうだよね このこのルックスが保てないよね <laughs>。長一郎の声が入ると <laughs>、うん。話が解決しちゃうからね。そうだよね。<laughs> こういうのよ <laughs>。<laughs> <laughs> 世界情勢どうなったんだよ <laughs> 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 あ戻ってきちゃった。あの起き上がり方が。<laughs> うん、<laughs> 出た。<laughs> あ、あれ、新宿プロナブラードってあのナブナウサブナウト、ねね、すいません広島にいると分からないネタが多いんですよ <laughs> 地元大きってどこの設定なんだろう確かに、西武,西武新宿線だよねこれね環状線だったっけいやいやー <laughs> あ有名な有名なってしか言ってないな <laughs> <laughs> 都合の悪い人がどんどん消えていくっていうね <laughs> あこれで温泉マーク退場なのか気づき荒れたからでしょう,うーんそう考えると怖いよねほんとに、うん、繰り返して邪魔をすると消えていくって、ね、なかなかホラーですホラーだよ「仏滅一丁目」<laughs> <laughs> まあ、ともきだからねこれも押井守が身につけた <laughs> ヘッドライト描写パトレーバーでもやってるよね <laughs> あこう街がさ <laughs> これってでもなんだっけ、うん、あのあれみたいな感じで<ん>あの「女神転生とかのああそうなののあなるほどね ウザードリ好きだったからさ、星守、る影響を受けてるんじゃないのあこう、ヘッドライトだけが。アレックス・プロヤスっていう人がさ、ダークシティっていう映画を撮ったのにさ、そっくりなんだよ。ダークシティはまんまだよね。まんまだよ。あ、知ってるんだ。え、一緒に見たじゃん。あ、そうだっけ最初、キーファーサタランドが出てるそう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 。一緒だよね。 いる、うん、このカメラがさフロントガラスを突き抜けてさ引くとこがねやっぱアニメじゃないとできないなっていうね <laughs> う<ん>あの後ろの街灯がずっと流れていくのもね、うん、この声の人ってさ、うん、知ってたなんか 宣伝とかに出てる人だよね,うんねなんとかブタロウみたいな,んな違うんだろうけどね <laughs> <laughs> 役者さんだよね、うん、あここここね、うん、アニメじゃないとできないんだ急にトーンが変わる <laughs> なるんちゃいまっか 関西で喋ってるとこは多分見たことないと思うあそうか、うん、怖いよなこの時間のな <laughs> <laughs> これもねいやいやさくら先生が危ない ああ <laughs> <laughs> 助かった <laughs> 逃がしたかっていうか助かったんだよねさくら先生も消されるとこだったわけだからこれさあの なさククローーーズドサルののミステリじゃいあ要するに隔絶した学校の中でさ殺されるわけじゃないけどどんどん人が消えてってそして誰もいなくなったみたいなやつだからさこれほら後半さくら先生のミステリーとしての謎解きがあるじゃないめちゃくちゃ盛り上がるしあれも結構ドキッとするんだよね動機がさそこまで分かんないじゃない。どううい理由で誰がが消されてるのか てか、なんいう犯人とさあれがちょっと違うじゃないね。あの、問題問題っていうかこの状況を起こしてる人とさあのなんていうか実際なことをやっているのでだから結構ミステリーとしてねあんまりこうあの、掟破りというかね二度とはできないネタっていうかねどうして うまいだなそうだね。ってかみんながなんであんな遠いんだろうね。<laughs> 電車だったりバスだったりね。あこういうところうまくいってるな。貫徹って書いてある、ね。<laughs> <laughs> うわ。こういうなもうほんとに。あ当たるのお母さん。<laughs> 名前がない。 この前のアたるのお母さんだけの話を取っててさアニメでオリジナルのみんなからすっごい叩かれて大変だったらしいよ。さらばさすらいの母だっけな多分見てるんだろうけどさ何ていうか批判するほどさこれを知ってるわけでもないからさ受け入れるんだよね全然普通に子供の時ってそうだよねこれもそうだよね結局多分ね普通に見てればさ <laughs> 温泉マークが <laughs> 神明の芝居に頼り切った <laughs> 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 あ、出た爆 <laughs> あ、てんちゃんてんちゃんてんちゃんの声がハイジだとか知らなかったよねえ言っちゃうね <laughs> のどかな音楽だ <laughs> <laughs> マルシー <laughs> 後ろにも<笑><笑>あここも有名なシーンじゃないですか朝の投稿シーンここも長回しだよねすごい大変だったらしいよ <ス>一人の人が全部書いてるんだって <laughs> 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 大変うん出たまだ繰り返してる <laughs> さらっと出てくるんだよね <laughs> 寝てる間に変わっちゃうのかな記憶がリセットされるっていうかさ、うん、前の記憶覚えてないじゃないみんな、うん、だってみんながここにいる理由がさわ、うん、かんないわけじゃんなのに平気でね <laughs> 受け入れちゃってるねうん <laughs> かわいいえ <laughs> あ,あこの投稿シーンもね <laughs> みんな好きですよね <laughs> この水に映ってる方が現実みたいになっちゃうんだよねうもうやりたい放題ですよ <laughs> どうするよスローモーションしないってアニメです <laughs> <laughs> すごいもう何が何だかわからん <laughs> ああさこのまです 沈んでいくしねあれ <laughs> ブク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 ほんとになんかイマジネーションで作ってるよね頭角をで光ってるし <laughs> だって服夏服になってるもんねいつの間にかでもさくらさんも飲まれてるってこと飲まれてるってこそこの世界にそういるし 記憶がやっぱりもねうねせっかく追い詰めたけどみたいな感じだろうねでもなんかさくら先生だけはさ、うん、割としっかり自我を保ってると思うけどね途中まではねやっぱりあれ持ってるからなんかこう手出しできないんじゃない、うん、やっぱ温泉マークみたいにさ自称、うん、のさあれに気づいちゃうとまずいわけじゃない<ー>やっぱりなんで温泉マークが気づくのかっていうのがあれだけどね <laughs> なんか あれだったななんか怖いっていうか意味がわからなすぎて意味わかんないねこれってこれ忍ぶっていなくなっちゃうんだっけいなくなるのかないやいるよまだいるんだっけここはいるんだよこれ意味がないんだよ全然なんかよく議論に上るのがさ、うん、この後忍ぶを見てるさ、うん、窓から見てる男がいるんだけどさ、うん、それが誰なのかっていうさ、うん、ここか で、みんなはさ、当たるなんじゃないかって言ってるんだけど「星し守は誰でもない」みたいなこと言ってるよ、うん、ここでね<ー>これほら無邪気がさ結局ネタバレだけどさん、うん、みんなにとって都合のいい夢にさ<ー>閉じ込めていくってやつだからさでもまあ意味がないんだよね <laughs> <laughs> データ。意味ななんて求めちゃいけないけのかもね。それが重要な結構テーマだからね、うんき 神明 <laughs> すごいなぁ元気だな,ぁ元,気だなぁ元気だしさ、うん、なんかすごい言葉が悪いんだけどさ、うん、80年代のなんかこうオタク文化をさ、うん、すごい的確に神明はつかんでると思うな <laughs> あの人70年代の人じゃないもともとよくこんな適応できたよね。<laughs> そういうことか愚弄したいか <laughs> <laughs> あそこからあそこに繋がるのってすごいよねすごいすごいあの沈んでてね、うん、あ、たまちゃんダーリン <laughs> いきなり水の上を走ってるあ、折れるし 本当だまた伸びてくる、うん、おまなんかな <laughs> <laughs> そんな怒ることかみんなみんなしてるフフ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 フ さあジパングで <laughs> ここのお好み焼きのまずそさは<ー>映画史に残る白箱のさ、うん、あの作画のカロリーの話とかするじゃないあ,<ー>あの時いつも思い出すんだよねここのお好み焼きがすっごいまずそうなのがさ <laughs> 湯気一つ立ってないからね、うん、しかもなんかお皿の中微妙にうつしてないしねほんとだよ「己ら」 見てよこのまずそさいやでもこれあれじゃない関東のお好み焼きあでもなお好み焼きだよなおんじゃ焼きひっくり返してるよでもあれとにかくまずそうなんだよこれ意義なし意なしかしこう平ぺったくしてるじゃんそか関西の人なんかにいたら殺されちゃうんじゃないのあんな眼鏡がだんだん というわけで <laughs> 話にならん、うん、言われさあやかった <laughs> なんだ <laughs> なら <laughs> んのかね。<laughs> 結局どうしたんだろうなこれ <laughs> あここもなんか癖のある作画の人がやってるんだよね<ー>この影がさすごいついててね一発で分かるらしいよ <laughs> 動きのポーズがさもう <laughs>。 根本進むなあ。あ当たり前なんだけど。<laughs> <laughs> 動きが全部変 <laughs>。これ手がね <laughs>。<laughs> 陰すぎるだろう <laughs> 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 これ学校来てどうするつもりだったんだよ <laughs> んここはなんか石シゃんの騙し絵っぽい絵がずっと続くシーンだよねここら辺の話ってさ、うんうん、みんななんか変な話が多いよねそうだねなんていうかあのー、風鈴のシーンとかさそう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 ていうの思わせぶりなシーンが多いんだよ、うん 上と下がつなが,がっちゃってる。もうあれじゃないの、無邪気がめんどくさくなってさ、<laughs> あ、なんかこう。整合性が保てなくなってきてるんじゃない。<laughs> うーん。上に向こうとしてるのかもしれないけど。ここ確かに。また。<laughs> 真っ黒。 ああ、そうか。ああ、なるほど、ね。おごるからっていうことで協力させてるんだ。うん、なるほど。だってメガネたちは嫌がってたわけだからね。うん、いいなーし <laughs> 聞いてるよ。何がしたいんだ <laughs> あ、もう、あれがおかしくない。おかしくなここもうすでに変だもんね。うん やりたい放題ですね <laughs> しかも入ってくる <laughs> ケって <laughs> 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 あこの腕で全部上あげるのがいいんだよね <laughs> <laughs> ガシャン <laughs> 音楽 <laughs> うわーすごい 当たるもな <laughs> <laughs> もうなんで鏡の中にいきなり <laughs> そ,うそうそうそう入って <laughs> 暗所恐怖症 <laughs> <laughs> ラブ<ム>さん <laughs> 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 いやここもなあ <laughs> あなみちゃん、えー。 やっぱこうスペクタクルなシーンを入れなきゃいけなかったのかな <laughs> あ、ここもね、うん、裏表がおかしくなって出 <laughs> た四 <laughs> 階建てなんだよね作画 <laughs> ミスで でもミスだろうが何だろうが全部都合よく済むよね、<laughs> この映画だと <laughs>。あれミスなのミスらしいよ。それをあれこんなあかれもないから、<laughs> このまんま使ってるっていう <laughs>。みんななんか、何かがあるって <laughs> 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 深読みするんで、ただ単にね。そう、書いたてって言ってるのに。<laughs> 行くぞー ここなんか80年代の <laughs> <laughs> アニメだな8十年はすごい映画ばっかだったらしいからねこの映画の2か月後にナウシカだもんね1か月後かあ出た <laughs> 同じのばっかり <laughs> <laughs> あれガシ<ー>ン <laughs>。<laughs> 出たーカリシローマージュですか <laughs> <laughs> マハケンマハケン。<laughs> <laughs> ラチウィスオバヤーマハケン。<laughs> パニックセンター <laughs>。そんなのなんで用意してんだ 緊急脱出だから。緊急脱出しなきゃいけないから。うん。雲引き銀座ってのもすごいよね。うん、うん。あ。ここも時間が経っちゃってるんだよね。うん、でもハリアは無事なんだから、すごいよね。うん。天<ン>玉。天 <laughs> 猿。この音。<laughs> あのまま降りてくる。くね、やばいよね。かーって。<laughs> どうやって水とかやってたんだ <laughs> こんなの <laughs> ハリア出したいだけだもんねそ <laughs> れ <laughs> ハリアあなたがやってることはハリアを出したいだけじゃない,い,ゃないでもここは本当にみんなもう熱狂したじゃないですか面倒はあれなんだ乗れるんだジェット <laughs> ハリアはい いやーここ盛り上がったなー <laughs> 確かに <laughs> 結局さ<ん>ジェームズ・キャメロンはトゥルーライズでさ、うん、ハリアを出したのはさ、うん、これがやりたかったわけでしょ <laughs> なんかなんだっけこれ特徴的な飛び方ができるんだっけ垂直離陸的 V トールって言って<ー>滑走路がいらないんだよん<ー>当時ねイギリスで 映画内に出たの初めてじゃないの多分。ん <laughs> あっここはねもう無理でしょう <laughs> いやーここすごいびっくりするんだよねここ音楽がまたね <laughs> あの縁が出てきたあたりから <laughs> いやーこれびっくりしたよ <laughs> 大スペクタクルになるんだもんこれは <laughs> いやーすごいよね <laughs> 結局さほら亀の,亀の上に乗ってるっていうさ、うん、大昔の言い伝えがあるじゃない、うん、世界は亀のだから当然知らないからそんなの見てた時 <laughs> これが最初だからさ このビジュアルインパクトはほんとすごかったね,ねまあだからなんていうか竜,竜宮城にみんな連れてかれてるっていう、ね、なんか像が背負ってんだっけ<ー>その昔の話だとさあー、まあ、ここのショットここうんここは竜宮竜宮城<ん>そういうことだよねイメージとして、ね、言ってたし実際、うん、無邪気がね振り向くのがいいんだよねあ,あ口がそうそうそう この外周があるのがさ、うん、すごく夢があるんだよ。うん、下水道が垂れてるんだよね。<laughs> あ<ー>もうチェリーが。真っ先にやられてたってことでしょ、うん、真っ先に気づいたんじゃない、ね、おえー、<laughs> お出た。あ温泉マーク。温泉マークが。 いやスペクタクルなしエンプティーってあんのかなこんなギョ <laughs> ここここ本当に寸断されてんだよね <laughs> いやーすごいねあ。こういうアングルももう本当、もう勘弁してください。<laughs> なんかすごいって言いづかれたよ。<laughs> <laughs> ラムちゃんは乗らなくてもいいのに <laughs>。<laughs> <laughs> お父さんとお母さんが <laughs>。てん天ちゃんが寝てる。ね。<laughs> お母さん。大迷惑だよ。<laughs> <laughs> <laughs> あのなあ <laughs> これでさ前半が終わりじゃねいーレーザーディスクもここで A 面が終わりなのよ <laughs> で B 面の最初は友、うん、引全史第一章が私広島育ちじゃないですか、はい、コンビニがないんですよだからこれ まあこれがコンビニかどうかはあれだけどいやでもこれスーパーじゃないだよねちっちゃい個人経営のスーパーとかじゃないかなこれでさあ <laughs> 世界が崩壊終わりを文明が終わっちゃってるのがさ文明、うん、終わってるのにこういうのだけがちゃんとあるっていうのがなんかこうあれだよね夢なんでねこれね アッパヌードル。でも一応24時間なんじゃないかもうこっからは千葉しげるショーだもんね。ポッキー一本にいたるわね <laughs> 全員の共有財産だ

結局さ、おしりまおるがさ、ひばしげるが好きだからさ、うん、好き放題やらせたいだけだもん。<laughs> あ一応24時間なんだよ。でもス、スーパー十四時間。ーーんそんなの存在しないよ、田舎には。<laughs> ここびっくりしたな、ほんとに。冒頭で出てるのにね、出た。<laughs> 私の名は <laughs> これもみんな全部言えるんだろうな。<laughs> うん <laughs> 私の運命なんだ <laughs> 開き直ったかのようにもう騙す必要がなくなったからお <laughs> びきコーヒー何かが違う <laughs> 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 この長台詞 <laughs> 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 モブキャラがいなくなった本当だ一気にこれが進んじゃうのもすごいよねあっけない週末 <laughs> <laughs> 終わった 西暦は終わった。<laughs> いいセリフだ新聞読んでる <laughs> 割とこのビジュアルを最初に見た気がするなあ<ー>みんなが一列に並んでて奇妙なことに <laughs> でもコンビニエンスストアっつってるね言ってんだよスバルさんの周りにはあったんですかコンビニは やってた時っててたいつだろうな1984年なんでガメラ84年かそんなに多くはないってこともうちょいあとかな、うん、<laughs> この狭い部屋にみんながいる <laughs> <laughs> 牛丼腹玉 <laughs> <laughs> 僕あの腹痛めえ清めたまえもよく分かってなかったよ<ー>浜茶屋出た これもな、<laughs> この映像がもう <laughs> <laughs> この八射茶でさ、うん、世界の大きさを測ってるわけじゃない。あ,<ー>あれもちょっとすごかったそうだったんだって。 <タッ>されたサバイバルサバイバ,ルだってサバイバルジャンシャングリラコークスとフワンともにわれにあり。 <laughs> 除雪第3章があるんだ割と <laughs> ね熱中症がまだこうあ,あれじゃないか日射病だ,、ね射病だうん。でもあれは完全に熱中症の症状こ、ね、<laughs> こっからね本当に、ね、バカンスは夏休みがねそうそうもう文化祭の前日とかじゃなくなっちゃって夏休みをずーっと「おー,ーい!」ってのもみんな真似するよね <laughs> <laughs> おー,ーい いやでもこの生活憧れるよね、うん、割とだって見てる側にしてもさ、うん、これでいいじゃんって思っちゃうじゃない <laughs> だからさ面倒がさ、うん、一人で焦ってさ、うん、ずっと世界を何とかしようとしてるのって<ー>いいじゃん別にとか思っちゃうんだよね <laughs> <laughs> でも年を取ってるんでしょこの人たちは。髪の上てるもんね寿命が来たら死ぬんじゃない いやそうは言ってもさこの漫画の世界のキャラだからさ年取らないのかもね、うん、<laughs> うわあの上に登るなんて信じられない <laughs> 怖すぎるこれでもいいよね文化祭前日もそうだけどさ、うん、みんなの憧れのせいかあゴジラ見てる <laughs> なんていうか 廃墟になった街でねあえて <laughs> <laughs> もう映画館もあれしてるじゃん崩壊してるしね都合ねでもゴジラのフィルムは残ってるわけだ <laughs> <laughs> 東宝だからできたんじゃないんですか <laughs> んん、うん、意外とさくら先生も <laughs> そうそう順応してるというかね <laughs> 満喫してんだよねでもこのなんか 満喫シークエンスは楽しいよねんふんふん見ててハリヤーが <laughs> んん <laughs> また食べてるそうめそそばね緑食べ物が全部まずそうなんだよな、まあ、<laughs> <laughs> 洗濯機で作ってる <laughs>。 こういうこと言うからいや結局ラムちゃんのご機嫌を損ねちゃダメなわけでしょうん,うん怖い世界だよね <laughs> あここも名シーンだ名シーンしかねえじゃねえか <laughs> あスイカだ なんていうか、理性をなくさないのはつらいよねうんあラムちゃんにとって都合のいい世界だから <laughs> ここが面倒がまたいいんだ <laughs> <laughs> やっぱバカになりきれないのはつらい <laughs> <laughs> ピュル,ルー。から <laughs> 水水が広がっていくるんだよね。もうやめてくれよ。<laughs> 島本和彦じゃないけどさ。うん、これ以上すごいの作らないでくれ。<laughs> <laughs> <laughs> やめろー。やめろ。惜しい。<laughs> いやいや。本当にすごいと思うな。うん 缶詰食べてる <laughs> 帰宅部食品お母さんもまた <laughs> 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 いつも顔映さない <laughs> 口隠してんだよねわざとねあれね <laughs> あもういなくなっちゃったご機嫌損ねたから でもあれだね<ん>あそこの面倒のさ、うん、ラムちゃんとの話からさ、うん、スムーズにほら面倒のナレーションに移って<ー>面倒がほらこの世界の後半の謎解きをするからさ割と違和感なく流れるんだなメガネがあんなに喋ってたのにね <laughs> メガネは謎解きには参加できないあここ最好きなんだよ <laughs> この外壁をさちゃんと降りるっていうさ、うん この世界が存在してるんだよね。うん、怖いよ。いなくなった、はい。人たちはみんなこっちに。追いやられちゃってる。<laughs> あれだよね、結局。 当たると一緒でさ、うん、面倒もただの女たらし。だから、みんな女の人好きなんだよね。<laughs> ウィンチで <laughs>。<laughs> 自覚あるんだんあ。謎解き始まりますよ。<laughs> そう考えると、ちょっと短いんだね。思ったより。余人、うん、よ,よー、マジ。 ここもみんな覚えてるよね。<laughs> この世の哀れ。といより。今ぞかり。来ちゃうし。ボロボシ。ごめん。 んダミーオムサボハ <laughs> 全然聞いてない <laughs>。<laughs> そうだったんだ。遊びたかったんだ。<laughs> <laughs> <laughs> お前なんかな。お前なんかな<ー>。<laughs> 確かに。うん。うん。頭の悪いお前に <laughs>。ここね <laughs>。うん。 これこれ、うん、これれちゃんとできてるんだよな、うん、十分以上なのだが <laughs> いやちょっとも。<laughs>

あんなに頑張ったのに <laughs> お <laughs> 出た出たお<笑>,笑い海水浴場 <laughs> 知らなかったからさ <laughs> 何のことだろうと思ってたよこのギャグ <laughs> あ、謎解き <laughs> そうだろう <laughs> <laughs> よく分かってらっしゃる論外として。 <laughs> この,の推理も <laughs> 事前かラムがこのラムちゃん悪が下手くそ好き <laughs> <laughs> ひどーい謝りがあるとでも長年連れ添ってんだ <laughs>

あのまさかの真 <laughs> 打ちさばんひも <laughs> <laughs> 出た。

カリオストロの城のオマージュが <laughs>。<laughs> <laughs> 明確にパクってるもんね <laughs>。<laughs> ブルータス、おみやもか。<laughs> <laughs> 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 この顔 <laughs>。<laughs> 結構スケールがでかいよね <laughs>。<laughs> か <laughs> <laughs> かわい,いな <laughs> でもタイトルからしてさ「うん、ビューティフルドリーマー」って言ってるんだからさ、うん、もう謎は解禁されてるのにさ <laughs> 結構ドキッとするね。おりまっけどな。 星が <laughs> <laughs> 目にヘヘヘ 後半にさ、うん、あのー、無邪気がさ、うん、アたるをまあ閉じ込めてアたるの都合のいい夢を見せ続けるシーンがあるじゃな,、うん、なんかフィルムコミックとかにさ、うん、カットされれてててるのよこれ長いからって言っ言、うん、結構たくさん夢を見せるんだけどさ結構完全版でもさ、うん、個人的にはなんか「長えな」って思うからさ <laughs> カットして正解だったんだなと思うんだよね。 うん、映画とかのパロディーをやってくんだけどさ<ー>それに乗じて <laughs> <laughs> あ水族館ここのラムちゃんすごい可愛いと思うんだけどね、うん、あのラムダッチャさんでこの水族館の描写も本当シーマ井ルの得意技だよね、うん、<laughs> ポンチョ着てるのがか愛い。うん アドリブらしいね <laughs> <laughs> ラムダッチャさん寝 <laughs> な <laughs> いました <laughs> これであっという間に取り込まれちゃうもんねさくら先生たちが<笑><笑>引退しようかな <laughs> 対人なのかなこれもなんかメタ的なさ、うん、なんかあのアニメの制作現場のさお話っぽいよねこれね <laughs> <ん>ほら宮崎がカリオストロの城でさ納期、うん、も遅らせてやるなーって言ってるのと一緒でさ <laughs> あ、まんまと取り込まれてしまったさくら先生油断しちゃダメグブグブああああ <laughs> まんまと <laughs> 怖いよねなんか敵や <laughs> なかった <laughs> これみんなことさ <laughs> 都合がいい夢ばっか見てるんだよね <laughs> 女の服をもらってとか <laughs> <laughs> これはさ、面倒とうまくいってるってことな,なんだから。<laughs> この夢ないだろ <laughs> <laughs> 温泉マークの。チェリーの夢はこれなの <laughs> <laughs> えー、えええ。ちゃんと主人公っぽく <laughs>。 <laughs> <laughs> あれすごい効果抜群なんだね <laughs> ん。ここなんだっけゲストのキャラがいっぱいいるんでしょ確か。あのメゾン一国の。メゾン一国のあれあのななお名前が出てこないけど。 リボンつけてる人あっほんとだ、うん、なんだっけあのー、あのー、アパートの人そうそうそう,そう名前が出てこない <laughs> <laughs> この夢やばいよね <laughs> <laughs> 確かに <laughs> これでもはっきりさうん ああらまあ、分かってることだけどさあたるもラムが大好きっていうのがさ<ー>出てくるじゃない、うん、結構びっくりしたけどね <laughs> あそうなのって <laughs> <laughs> 己何考えとんね<笑><笑>はっきり言うもんねこれね、うん、ラムにもきっちり惚れとる <laughs> うん <laughs> 肉抜きの牛丼 <laughs>。<laughs> <laughs> あ。あ。<laughs> <laughs> <laughs> これさ。<laughs> こ,れさ <laughs> これさ、結局無邪気のミスじゃん, <laughs> ん。まあね。<laughs> 言っちゃうしね <laughs> <laughs> これさ映画都合よく終わらせるためだけに <laughs> <laughs> まあでも夢だからね,ね <laughs> みんな止まってる <laughs>。 <laughs> これ吹いちゃうしね <laughs> ジタパッタ <laughs> <laughs> 主義なんだあれ <laughs> 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 まあ当たるが主人公でよかったよね <laughs> 当たる なんか、優勢だにいまいちはまりなかったんって、当たりが何考えてるか。うん、ああ、確かにわか,かる、わかる。今、今の今、今、うん、今でもよくわかんないから。かあの、もう、都合よく動くんだよね。うーん。いや、でも、ほら、なんてか、こう、う女好きで、みたいなさ、ああなんか。こう、キャラクターがあるわけなんだけどさ。うん、そこに、なんてか、こう。こう、それを好意的に思えないからさ。今の、今の、ね、今,の今まで。<laughs> あたるってなんか不思議な主人公だよねでもみんなあたるが好きだから結局薄いやつ好きなんじゃないいやいやラムちゃんじゃないラムちゃんは好きだからあたるなんかどうでもいいんじゃないのでもだってそのラムちゃんはあたるのことが好きなわけじゃなだってあれもまあ都合都合主義とはいえさ失礼なこと言うけどさなんかこうあたるみたいなさやつにもちゃんとさ一方的に惚れちゃうさラムちゃんに感情移入するわけですよみんな その辺がなんかこうあっ出た多分ここもすごいなあ、うん、よしとする感覚がよく分かんないから <laughs> 確かにね多分 <laughs> 雑な <laughs> <laughs> 残念ああすごい作画がなんかここまでコスト取ってた感じだよねやあ出た 長このために呼ばれたのかな <laughs> ねあここっからまたねループがいろんな夢を言ったり来たりするんだけどふふやしこの牛丼弁当を買いに。 <laughs> 最後の最後にまたねこういう複雑な展開になるから<ー> <laughs> すぐ終わるんだけどさ、うん、<laughs> <怖>い <laughs> 騙される、ね。<laughs> ドガ <laughs> <とかー笑>これ <laughs> 1話目のオマージュが <laughs> なんかある意味さ、うん、最終回っぽいよねこれね<ー>ほら全部夢だった的なやつも含めてさまあ実際 押し守る的にはさこのあと作らないわけだけどさ <laughs> いきなり。<laughs> 眼鏡がさ突進して蹴りまくるんだよね。<あー> <laughs> 地球の敵。<laughs> すごい。眼鏡がすっか、<laughs> 悪意が。<laughs> 蹴りまくってる。<laughs> ね、これもな。<laughs> <laughs> 結局メガネとチビのもんで <laughs> <laughs> あそこに視力測定のやつがあるのがバかるでネジネジ <laughs> どういう <laughs> <laughs> 出た何がしたいんだ <laughs> 女の子を出したいから確かにねこの女の子の正体があ <laughs> これ天ちゃんと戦う時の話のパロディらしいけどと <laughs> <laughs> <う>さ <laughs> <laughs> よくやるよなこれ <laughs> やりたいこと全部。やりたい。もうこれで最後だ的な感じだよ、ね。<laughs> <もう> <laughs> これもまた <laughs>。<laughs> わざわざカメラが回る。<laughs> ラム製って言うんだ <laughs> <laughs> 日本のマークがついてる <laughs> <laughs> さよなら、あ <noise> <laughs> たる <laughs> あ、これ。<laughs> エマージェンシー。かわいそう。<笑><笑>この取り乱すスシが。 <laughs> あ,あついに <laughs> 終わりがあっけなく終わっちゃうな、うん、でここはここになってから長いねそうだね、うん、長いっていうかさ、うん、なんかこうもう一幕あるんだよね結局。 だからほらほカットしたって言ってたじゃないだからあれ以上長いとさ辛くない辛いつらい、うん、もういいよってなるよね <laughs>、うん、<laughs> 3つでも長く感じるのよあれ、うん、何回も見てるとねあ,あでもあれ島本澄みって全然知らなかったよ<え>あの音声解説聞くまであの女の子の声が、ま、<う>島本澄みじゃない ラムちゃんの声じゃなくてラムちゃゃんの声じゃなくて、ほらあのナウシカとかああんでいやなんか声だけ違うから呼んだんでしょここだけほらラムちゃんの声だとさ、うん、ラムちゃんって特定しちゃうじゃないまあラムちゃんなんだけどさ<ー>でもどう考えてもずっとラムちゃんがやってると思ってたよ声、うん、で島本すみが一言だけゲストで <laughs>、えー、ノンクレジットでやってるって音声解説で言ってたよそうなんだ、うん <laughs> あの宮崎駿の,あの「駿さんのお気に入りの」みたいな <laughs> <laughs> どんな表現で <laughs> あここここほら島本駿の声なんでなんでも「ラムの声」って言われればな、ね、似てるもんね<れ>だからナウシカの前にやってるのか後にやってるのか「宮さんのお気に入り」って <laughs> どんな言い方なん <laughs> 言われれば下元隅なんだよね。うん、あ出た。ここでラムちゃんの声なんじゃないあそっか うん、なるほど、うん、でも全然分かんなかったよ <laughs> 昔わーここもねもう <laughs> この衝撃的な <laughs> この絵有名だもんね <laughs> これいろんな名前 <laughs> 母さんまで言うんだよ確かに <laughs> 肝心なの言えよ母さん <laughs> やっと母さんが言ってからなんだ <laughs> あで文化祭の前日に戻るのかいやループものだよねあ,あれでもさ<ん>あ違うか この前の前年にさ <laughs>、うん、時をかける少女があったじゃないあ,<ー>あれの影響もあるのかな<ー>ほらみんながそれに興味を示したところにうまく釣り針を垂れたみたいな <laughs>、うん、<laughs> それっぽい家で <laughs> <laughs> なんかでも終わるんだなって思うのうまいよね。<laughs> うん、一枚家で。あ、時計が動き出した。<あ> <laughs> かわいい。 <laughs> いい具合に終わらせようとしてる <laughs> <laughs> あ<お> <laughs> そうはいかない <laughs> 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 みんな見てんのねえ <laughs> 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 いいよな、うん、一方的に愛してるってあああっ源太鉄将じゃないですかマツコのナレーションだ出 <laughs> <laughs> た <laughs> <laughs> いやータイトルがね最後に出るんだよねあまあネタバレになっちゃうって、ね、今ネタバレだから確かにそうだね何だろうなそれはそうだわでもまあ衝撃だったよタイトルが出ないっていうのはあ<ー>最初に、ね、気が付かなかったよ 本当にいつ出るんだろうってずっと思っててあそう出ないなと思ったら最後に出るからうわ最後にタイトルみたいな割とさよく話題に出るんだけどさ最後にタイトルが出る映画っていうのが最近はもうよくあるけどさ昔は珍しかったからねもう筆頭に上がる映画じゃない割と今んだっけアニメのさ一番目ってこういうパターン結構あるじゃだ でも本当にそうだよね。1話目が全部アバンになってて。あっ、姉ちゃんの声が。愛知の人の声だ杉山和子。島津佐江子だね。鷲尾お町子。千葉しいる。二俣和成だ。たらこの声がある。いるんだね。長一郎。あ源太哲将。藤岡拓也。豚じゃないんだよね。 愛はブー,メーな、うん、いい歌だよね、うん、これああほら作画監督<ん>森山裕二って人が、うん、なんか柔らかい絵を描くのかな<ー>確か美術設定もいるもんね小林一郎もいる、うん、板野一郎いますよ <laughs> 原画にいた今,今消える <laughs> 板野一郎が 小林七郎。二階建てじゃん、本当は。なんかね、すでに設定が変わるらしいよ。<laughs> で最後は二階じゃんみたいなこと言われるんだよね。うん、まああの時でもうすでにあれなわけだからね。うん、夢だからね。うん、<laughs> ずるいなそういう夢。ずるいんだよこれ。夢だから何でもできるじゃん。また、うん、あ,あんなに巨大じゃないし。<laughs> 確かに。あの看板が遠ざかっていく。<laughs> でもさなんかこう何て言うんだっけエポックメイキングなさ<ー>作品っていうのがさひょっこり作られるじゃない<ー>こういうほらアニメの劇場版の続編でやっちゃうとかさ <laughs> <ー>ほら結局「ドラえもん」とかだとさ<ー>のび太の恐竜があって<ー>宇宙開拓士がさ<ー>例えばこんなやつだったっていうことじゃない<ー> <laughs> 感覚としてはさ。 許されでもほらなんだっけ「<laughs> うん、クレヨンしんちゃん」だけで大人計画だけ妙にいきなり話題になってそうなんだあれするじゃない、ね。だからそういうシリーズものってさ、うん、好,き好きなことできるあれがあるからさ、うん、それが許されると,と突発変異でさ、うん、あの名作っていうか傑作っていうか、うん、異色作っていうかね。うん、まあねなんか あるからいろんなことがいろんなことを試すっていうのは大事なん事大事。だからそのねチャンスを与えられた時にさ、うん、監督とか脚本家がね、うん、なんか「めちゃくちゃやったるぞ」っていうのがさ <laughs> うまく脚本監督だもんね。ねまあ押井守は何ていうかういろんなことを学んできて実践しちゃう。確かに。 でも自分で言ってたけどさ、うん、これがほら評価の評価高くなって「あ俺はいけるんだ」って <laughs> うるせえやつらやめてテレビやめて <laughs> <ー>天使の卵作って<ー>もう大こけして干されて5年間っていう <laughs> なんか辛いなんか嫌な思い出みたいになってるみたいよ <laughs> でも別にこれ自体はさ <laughs> <の>なんていうか黒歴史じゃないじゃゃなない、はい。はいお疲れ様でした。<laughs> <laughs> いや面白かった「うん、うるせえやつら2」はさ通してみるとさ、うん、あのネットミームとかじゃないけどさもううん,なんか僕らの世代にとってさもう、ね、息を吸って吐くように言ってたセリフが続出するからさ <laughs>、うん、ちょっと気恥ずかしさすら感じるよ。うん、あとなんていうかこう,こうやっぱ後世に、うんあのー、残した傷跡がさ <laughs> <傷>跡 <laughs> 大きすぎてさ、うん、みんな影響を受けてるじゃない確かに あのスバルさんがさ、うん、ブレードランナーをすっごい後になってみたときにさ、うん、あ,あの全部ブレードランナーかっていう。<laughs> ブレードランナーとね、あの松尾政長の天童線はね。<あっ> <laughs> もうえこれ全部見,た全部見てる <laughs> 知ってる知ってるみたいなことパッと出てきてオリジナルなのに、うん、オリジナリティが全然感じられないんでしょ<笑><笑>みんながこすり続けてなんか抜け殻みたいになっちゃってほんとそうは言ってもビュートリーマンはね強靭、うん、な強度を持ってると思うけどね、うん、今見ても面白いからねすごくね「うん、ってブレイトランド」だって全然見たことはあるんだけど 戦争も面白いんでね。あるんだけど。あ,あれこれよく見るやつじゃんっていうね。うほら、ええー、とあの伏見マハルとかもそうだけどさ、そのもう文化祭前日も文化祭そのものもさ、<laughs> ーループも夏休みも全部もう。 あもう,もう,あも,うもう残ってませんっていうぐらいこすられてるじゃないですか <laughs>、うん、あそうだ当たるのごみの人ってなんか、うん、あの,の後の杉田智和であるみたいな感じでさ <laughs> なんか経夫としてはさ多分そこにつながるからさだからなんてう「うるせえやの後」っが、うん、あのもうが鈴宮春樹ってなるのはるるすごくよくすごくつながってるっていうかさ、うん、あれ僕の中でも本当につながってる感じだよ、うん、なんかこう学園ものなのに SF の、うん、マインドがあって、うん、なんかこう。うん 当たるじゃないけど、うん、あのキョンだけが当事者になってるっていう感じ <laughs> ね全然違う話なんだけど、うん、なんていうかすごい骨格っていうかなんていうか,か,かこう DNA はすごくこう、うん、つながってるみたいなバージョンアップしてるっていうかさ、うん、バージョンアップってはやないけどまあわかるよすごく。ね あのね日本の、うん、なんていうか眼鏡も全部当たるが兼ねてるみたいな感じですけど <laughs> <だ>、ね、<laughs> いややっぱ、ね「ビューティフルドリーマー」はね、うん、眼鏡が面白すぎるんだよねやっぱりあの,何の役にも立たないけどねそう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 そ <laughs> うそ、ん、うそうそ、ね、うそ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 がそう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 そ 除雪第三種より抜粋だももんね。うん、もうい。やっぱりなんか面倒すごい頑張ってるよねそう面倒ってね引っ張ってるもんね物語でね、うん、だってレオパルドの射程距離で計測してるんだよ <laughs> 世界の大きさを、ね。あとなんかこんな何か垂れ下がってってあれして懸垂降下してね、うん、あれはやばいよいや面白かった、うんはい、さあ皆さん 80年代にね、これをリアルタイムで見てた人も、うんえー、これから見ちゃった人もですね、うん、面白かった人は高評価といいいねお願いします。新しく見る人に対して<ん>なんかコメントもし、うん、<laughs> 新しく見る人、もうこの終わった段階で <laughs> これをなんか見ようこの時代にこう、うん、改めて見ようと思う人に対して。うんはいはい やっぱりビューティフルドリーマーを見てるっていうのはさ映画が好きとかそういう時のやっぱり財産になるわけよ。ーー <laughs> 見てないとえーっていう <laughs> なっちゃうわけよ。そういう映画ってあるのよ。あ別にさ見てるのが偉いとは限らないけどさ見てないとやっぱちょっとねっていうまあでもなんていうかそういうのを省いても見て損はないというか、うん、全然ね、うん、そうシンプルに面白いと思うけどね、うん、今見ても。 なんかこう薄いやつあのなんかキャラクターをそんなに知らなくてもアタルが浮気症で、はいうん、ラムちゃんはいつも電撃とかしてて面倒はお金持ちであれしててとかそんぐらいのあとメガネはまあメガネみたいな感じでうあと、なんださくらさんは巫女でみたいなそんぐらいなざっくりしたこうあれさえ分かってればあとは別に話はこ,このまんまの話だから。かだってさ 今、うるるリリメイクししててじゃテレビシーズとあそこから当然入ってくる若者たちはいるわけじゃないですかそしてなんか「うるせえやつら面白かった!」ってなってさ「ビューティフルドリーマー」ってなんか40年前の映画があるけどオーニーから入ってはでも普通一から見るよねまあでもそっちからだったらまあ普通に世界観がちゃんと学べていいんじゃないかなと思うけどね基本的にはなんか あの、あれ自体は変わんないから、ね、設定自体は変わんないから。なんか見て、あの生身のシーモールはなんか犬みたいで。<laughs> 犬、あ、なんか犬みたいな人がいると。とあ、俺はシーモールじゃん、本人じゃんみたいな。よく遭遇するよね<く>、うん、僕らはシーモールと、うん。よく遭遇するんだけど、うん、あの。あんまり。痛い。あまり、なんか。 いや、あの、はい、おしいまさんの作品に、私なんかはもう、全然、そぐわないんで。<laughs> 最低だ。すぐ寝ちゃうから。<laughs> <laughs> そう。全然、褒めてないじゃん。なんで、違うよ。ああ<ー>。この <laughs> フォーミーなんですよ。なるほど。